9番グリッドゼッケン16番中川洋平、10番グリッドゼッケン5番石田栗子、11番グリッドゼッケン77番森スピード前守る68歳です。12番グリッドゼッケン19番福島雅也、今回デビュー戦です。大学生。13番グリッドゼッケン14番チーム平野小栗渚、14番グリッドはゼッケン7番の祖父ら浅野久人です。以上選手をご紹介いたしました。隊列は S 字をクリアし最終セクションへ差し掛かっていきます。フロントロー田中貴弘、二階堂雅弘、どのような予選を見せてくれるのでしょうか。年齢は15歳から68歳まで参戦している、かなり人生バラエティに富んだ仲間たちです。さあ今スノービスクラス予選ヒートスタート、いいスタートを切っていきました。田中貴弘続いていきました。小林春もいいスタートを切っていきました。さあ二階堂雅弘は2番グリッドでしたけれども、現在のポジションは4番手、そして青色スーツ山田隆夫、ゼッケン86番の山田隆夫が3番手まで上げてきています。5番手には息子さんが今回は出場することができませんでした、それから雅也が5番手につけています。トップにはゼッケン26番、開幕戦でも優勝しました田中貴弘がトップ、2番手につけていますのは小林幸春、3番手には山田隆夫ということで、インガワスタートがいいスタートを切っていった、そんなポジションになっています。オープニングラップ終了です。田中貴弘を先頭に小林幸春、山田隆夫、二階堂雅弘、大沢雅也、足立義直、新宅新行、松岡と続いています。開幕戦では2位以下をかなり引き離して優勝となりました。8秒以上引き離して優勝となりましたこの田中貴弘、今回は3キロのウエイトを積んでいるにもかかわらず、かなりのスピードを出しています。セクター1ではベストを出して最速をマークしています。13秒68、2番手には小林幸春、おー1台スピン、タコツボ出口でスピンをしてしまいました。今再スタートを切っていきます。ゼッケン19番の福島雅也、今回はデビュー戦となっています。大東大学 MSR& レゴリスからの参戦です。さあ3番手には山田隆夫、その後ろから二階堂が1コーナー山田の横に並んでいきました。二階堂が3番手に浮上、山田隆夫これからの追い上げに期待していきます。さあそして5コーナーに差し掛かります。ヘアピンをクリアしていきます。トップは田中、2番手以降をみるみると引き離していきます。トップは田中、2番手には小林幸春、3番手は二階堂を先頭、二階堂の後ろにはテールトゥーノーズで山田隆夫がつけています。そして大沢雅也が5番手の位置、6番手につけていますのは大沢雅也の後ろ足立義直がつけています。テールトゥーノーズになっている状況です。3番手争い、二階堂の後ろには先ほど抜かれてしまいました山田隆夫がサイドを仕掛けていこうとしています。3周終了しまして4周目に入っています。田中貴弘を先頭に、その後ろ小林幸春、二階堂、そして山田隆夫、3番手争いがテールトゥーノーズのままです。5番手には単独で大沢雅也、少し離れて足立義直、こちらはウエイト2キロを積んでいます。1台スローダウン、タコツボ立ち上がり、ちょっと接触があったか。これは順位をみるみると上げてきています。ゼッケン7番の浅野久人が順位を上げてきているんですね。新木刺激の後ろだいぶまだ空いていますけれども、その後ろの集団3台連なっていますが、では浅野久人を先頭とし、その後ろゼッケン16番の中川洋平がつけています。中川が浅野久人の横に並んでいきました。中川大東大学 MSR& レゴリス、かなりのバトルを見せています。さあ激しくなってきましたのは2番手争い、3番手争い、前を追うぞというジェスチャーを見せました山田隆夫。二階堂雅弘が3番手の位置を死守しています。この
その後ろには山田隆夫がつけています。少し離れてクォータシリーズ第2戦第3戦で表彰台を獲得していきました大沢雅也が現在1、2、3、4、5番手につけています。大沢雅也の後ろには足立義直、開幕戦では第2位に入りました足立義直、その後ろには新木茂樹、その下とがつけていますし、木茂樹の後ろ残り周回数は5周となりました。折り返し地点です。マックスノービスクラス田中隆博が先頭です。田中隆博が先頭となっています。さあ2番手には小林美幸、3番手には二階堂、そして山田隆夫がつけています。マックスノービスクラス残り周回は戻ってきますと残り周回が4周となります。田中隆博、続きましてデッキン58番の小林幸晴が2番手、3番手には二階堂、小林幸晴と二階堂との差が縮まってきました。マックスノービスクラス、さあ1台スローダウンです。1台スローダウンです。バックストレートを通過していきます。ゼッケン16番の選手、ゼッケン16番のマックスノービスクラス中川良平がスローダウンをしていましたけれども、今最終セクションからクリアしていきます。1台止まってしまいました。こちらは前守る、ゼッケン77番の前守るが止まってしまいました。ヘアピンを抜けたところ、68歳の前守る、これは残念ですね。悔しいでしょう。イエローが振られていますのは 4コーナーでイエローが振られています。この区間は追い越し禁止となります。トップは田中隆博、その後ろ2番手争いなんですが、二階堂が上げていきました。2番手に浮上していきます。二階堂、続いて小林拓実が2番手争い、その後ろ山田隆夫がつけています。残り周回は3周になっています。最終コーナーから立ち上がってきますのはゼッケン16番の中川陽平、ゼッケン26番の田中隆博がつけていきます。こちらがトップを走っています。残り周回は2周です。トップ2番手との差がかなり広がっていきました。現在の差なんですけれども、かなり広がっておりまして、トップ2番手との差はこの方は後ほどご紹介していきたいと思いますが、現在ファーストテストを出していますのは田中隆博、残り周回は1周半となっています。トップはバックストレートを走行しています。11コーナーを抜けて S 字では2番手争いが激しくなりそうです。二階堂の後ろには小林拓実、少し開けて山田隆夫がつけています。さらに開けて5番手争いが激しくなってきています。トップは田中隆博でファイナルラップに突入しています。2番手争い、二階堂を先頭に小林、そして山田隆夫です。トップ田中隆博、3キロのウェイトを積んでもそのまま何も後ろを振り返らない、そんな渾身の走りを見せています。2番手争いは3台でタコツボをクリアしていきますが、さあその後ろの集団が激しくなってきています。大沢雅也が前に出ていきました。さあトップの田中隆博、3キロのウェイトを積んでいるにもかかわらずトップを力走しています。最終コーナーからの立ち上がり、ミールレーシングウィズヒーローズ田中隆博がトップでチェッカー、2番手には二階堂、そして3番手にゼッケン58番小林拓実、4番手には山田隆夫、5番手争いが非常に激しかったんですが、5番手には大沢雅也、そして足立義直、新木茂樹、